とんでもない事実が発覚しました。この可愛い見た目をした双子ヒゲトカゲ、実は目が3つあったんです。双子ヒゲトカゲを含む一部のトカゲには頭頂眼と呼ばれる第3の目があります。とは言っても実際の目と同様に見えているわけではありません。解剖学的には通常の目と似たような構造ですが、光の需要のみに働きます。これによって太陽光を需要して体温調節をしたり方角を測っているのです。変温動物ならではの進化というわけですね。その他質問があればコメント欄までお願いします。